力とまあニュートンなんか人間っていうのはこう走り出すとですね、その走ってる速度で走るのが一番楽なんですよ。それを止めるの結構大変なんですよ。ですから、力と物を得よう、得ようと思ってね、一生懸命働いてきた。あの、1900年から1945年、まあ、1950年までって言ってもいいんですよ。だって中国がチベットとか、 ウイグルとか、そこら辺を全部占領したのは1950年ですから、第二次世界大戦は1945年に終わってますけどね。だけど、まあ人類という点では、まあ1900年から1950年って言って全然構わないんですよね。まあそういう細かいこと言ってくる人いるんでね、あれなんですけど、いちいち言わなきゃなんなんかってめんどくくなってきたんですけど、その50年間はね、言ってみれば、1800年から1900年まで、特に白人は、 自分の国を良くしようと思って力と物でものすごく頑張ったわけですよ。そして今度は1900年から1950年までは人のものまで欲しくなったんです。それが第一次世界大戦、第二次世界大戦ですよね、簡単に言えば。別に戦争なんかする必要ないですよ。物を自分の国で物を充実させればいいんです。だけど、やっぱり隣がね、そうだと自分をやりたくなって戦争する。 そうするともうその頃機関銃あるしね。大砲がありますからバンバン死ぬと。まあそういう経験をしたんですよね。人類も。それだけどその余波。力と物が欲しいっていう余波は1990年まで続く。まあ200年続いたわけですね。だからその頃私たちが目が覚めなかったんですよ。要するにもうあるんですよ。ね。まあまあの家。水洗トイレ。風呂。瞬間沸かしき。 冷蔵庫、洗濯機、ね。それから、えっ、ー、と、まあ、テレビももちろんありましたね。それから、まあ、少しになってクーラーとか、まあ、買おうと思ったら地方でね、自動車が必要だと思ったら軽自動車買うと。まあ、そういうことができるようになった。できるようになって、実は20年かかったんですね。えー、要するに、俺たち何がいるのっていうことになったわけですよ。俺たち何やってんの別荘を買ったりね。 苗場にスキー行くのに一生懸命も物を持ってぎゅ,うぎゅう詰めの電車で行って、それで確かにスキー場にいるときはいいですよ。ゴルフもそうでしたね。A、ゴルフもね、あれ、もちろんゴルフっていうスポーツ自身は面白いんですよ。面白いからもちろん今行ってるゴルフの人も、各位私もね、ハンディが18かなんかで <laughs>、一応ちゃんとしたらゴルフするんですけども、僕ももちろん錯覚してたんですよ。 え、朝5時に出てね。それでもう本当に今度は高速道路通って。それでゴルフも懸命にやって。そして帰りにみんなとご飯食べて。それでなんか女性のところに行って飲むなんて。なんか何の問題いや、今でもゆっくりしてゴルフ行くのは楽しいですよ。私名古屋のゴルフなんか行きますとね。まあ、あの、スタートする時間の2時間。 よりかはもっと近いとこで家出て、車でピューって行って30分ぐらい。で、ゴルフを遊んで、3時頃も帰って家で風呂入ると。まあ、爽快ですよ、ゴルフは。しかしそういうゴルフじゃなかったんですよね。力と物を得ると。それが自分の人生に幸福だとか楽しいか全然関係ないんですね。それに、社会として目が覚めたのが1970年だってうのは、この前グラフを出しましたよね。鉄鋼生産がピシッと。 あれが、あ、そうか、分かった瞬間なんですね。それから、しばらく経つと、1990年に、もう、もうこれいらないよ、つってバーブルが崩壊した。ね。それで、えー、若者が、今度は、自動車、自動車なんて別にそんなに欲しくないよと、まあ、必要だったら買ってもいいけどね。つまり、人間というのは必要だったら買ってもいいけどねっていうぐらいの余裕が出ると欲しくなくなっちゃうわけですよ。不思議ですよね、本当ね。テレビもそうですよ。 昔はかじりついてたんですよ。テレビが出てきた頃はね、街にポールがあって、その上にテレビがあって、ちょうど相撲で言えばね、吉羽山とかね、鏡里とか、<laughs> 若い人全部知らないでしょうけど、そういう力士がね、横綱でやってた頃、もうやっぱり夕方になるとね、広場に出てって、あ見てわーって拍手したんですよ。そんな楽しくて楽しくてしょうがなかったんですよ。巨人戦なんつったらね、もうほ長島、それからその前に川上とか広岡とかね、いましてね、 それはもう熱中したんですよ。わーっと。その頃は、球場も名古屋だったら名古屋駅のすぐそばの名古屋球場とか、近鉄だったら、あ南場にあるね、小さな球場だったんですよ。だけど楽しかったんですよ。ね楽しかったんです。しかし、もうそれがみんなが見れるようになり、なんなると、今度は今の野球みたいに、あんまり面白くないだと。だから、人間っていうのは、 本当に欲しいものを欲しがってるわけじゃなくて、世の中の流れに沿って、人の国が欲しくなって戦争したり。ね戦争って人の国が欲しくなるわけですから。人の国が欲しくて戦争したり。もちろん、日本の大東亜戦争違いますよ。あれ、アメリカが日本を欲しくなって攻めてきたのを受けて立っちゃったから、あれアメリカそれにすごく作戦的でね、もう50年前から計画してて、そして、あ40年前ですね。正しくて40年前に計画してて、 日本と友好関係を結んで、日本の消費の75%の鉄と石油を、あの、輸出してたわけです、アメリカは。だからアメリカはいつでも日本と戦争しようと思ってたわけですよ。それを輸出しないと決めたらもう日本は戦争してたらいえないんですね。そういうことを作った。それがよくわかんなかった日本っていうのはちょっと馬鹿だったんですね。日本人はちょっとそういうとこありますよ。あの、物が充実するといらなくなるんですよ。物がないときは買いたくなるんですよ。 時計なんかだってね、今はまあ装飾用に特別な時計とか今でもね、見せびらかすための時計なんてあるんですよ。<laughs> 見せびらかすための時計ね。時計時間が分かればいいんですからね。まあ装飾だったらまあ金とかね、まあそういったものを使うんでしょうけど。だから欲しいものっていうのはよくよく考えるとすごく少ないっていことが分かったのが1990年なんですね。それでそこのところでちょうどやっぱり え、それに応じる社会っていうのができるんですね。それがスマホであり、それから、まあ、いろんなそういうものがわーっと出てきた。ネットとかね。そうしてみると、あれ僕ら買うつったって、まあ、安売り買えばいいんじゃないの <laughs> ネットで買えばいいじゃないのだからもう、デパートはね、高級品、あれは買う楽しみっていうことで行くんであって、だから一階は今はもう一回は全部化粧品ですよ。 デパートの1階ってのは化粧品ですよね。2階から5階ぐらいまで全部婦人服ですよ。<laughs> あの、聞くところによると、百貨店のデパートの衣類の売り上げの9割だとか8割だとか、もう婦人用なんです。だから、デパートって何をやってるかって、あれ、おしゃれのためのものなんですよね。だから、もう、生活にはいらないんです。スーパーすらもういらないんです。コンビニでいい。ね。だから、すべてのものがそうなりましたね。 僕らの時は家具も買いたいので。家具をですね、狭い応接間にね、僕ら横をこう、ソファーの横をこうは、はっと歩くみたいなぐらいまで買って、で上にシャンデリアなんてあってね、なんですかあれ。だけど、それを求めてた錯覚なんです。それは庶民用物層でもあり、それから苗場のマンションでもあったんですよ。だからそれはね、人間だから、おっとっとっていうようなことなんです。おっとっと,っとっとっと買っちゃったって。<laughs> <laughs> 何も必要な、考えてくれは必要なかったねと。あ別荘なんかそのの一番いい手ですよ。ね。大イ,イはたいて買って、もう2年行ったら家族誰も行かないと。まあ、そうなるわけですね。まあ、このことをよく考えないと、日本の将来、私たちの未来は見れないんですよ。未来見るときに、自分の生活が今本当に自分を幸福にしてるかってことなんですね。じゃあ、自分の人生が幸福しなかったら何が、 障害となってるか。一つは、物と力を追ってるんです。今でも、そういうふうに言う人いますよ。武田先生、GDP を増やさないと大変ですよ。何が大変なの障害国に負けちゃいますよ。いや、負けるってことこないと思うけど。いや、その、負けないこと、これから話しますけどね、あの、また。えー、あの負けないんですよ。負けないってことは、もう、世界が変わるわけですから。世界が変わるときに間違っちゃいけないって言ってるんですよ、僕。 同じように力とものを追求したら、私たちの子供は職場を失います。えー、それは間違いありません。だけど我々は力とものを追求しない社会に変えれば、我々の子供は反映します。そこなんですよ、問題は。だから、日本はこれから大変だっていうのは、もちろん何が大変かって言ったら、今政党つったらね、自民党はお金の党ですよ、簡単に言えば。それから野党はね、 政策全然出さないでしょあれ何かっていうと、他に勤め口がないから政治家になったっていう職業党なんですよ。だから今日本にはお金と政治をやってお金をしこた事を儲けるか、他にはもうサラリーマンにも何もなれないから、政治でもやろうっていう、えー、職業党の二つしかないんです。左も右もそんなことないんですよ。だってこの現象は力と物という架空のものを追い求めて、 別荘を買うようなもんなんですよ。我々今ね、政治って言った別荘を買おうとしてるんですよ。だから、僕らの目には、いや、あの人もちょっとね、この人もちょっとねってことになるんですね。それから不祥事も起こると、もそういうことになります。